どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、能登里山空港で、こちらのキャンペーンがやってるんですよね。能登里山空港利用で現金ソロバで2000円ゲットということで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、能登里山空港でですね、こういったね、キャンペーンがやっているんですよね。しかもね、このキャンペーン、デカデカと書いてありますけれども、特典航空券のキャンペーンなんですよね。非常に珍しいですよね。ですので、このキャンペーンは、現金でね、お金を払って、飛行機に乗って能登空港に行くとお金がもらえるキャンペーンではなくて、特典航空券で能登空港に行っていただくと、その場で2000円もらえてしまうっていうね、めちゃくちゃお得なキャンペーンなんですよね。ですので、もしね、今後ね、利用される予定のある方はですね、こちらね、結構いいのではないのかななんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらがですね、能登里山空港の公式サイトっていう風になりまして、気になる方はですね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。特典航空券で羽田能登路線に乗ろうキャンペーンが始まりますということで、こちらね、先に言っておきますけど、まだね、開始になっておりません。2023年の10月の11日ですので、来週の水曜日からですね、こちら開始になるキャンペーンということで、能登里山空港利用で現金その場で2000円ゲット、特典航空券で羽田能登路線に乗ろうキャンペーンということで、こちらね、矢印がついている通り、こちらね、羽田から能登も OK ですし、能登から羽田路線も OK っていう風になるんですよね。で、これがですね、羽田能登路線を、特典航空券または一緒にマイル割を利用された方に、片道につき、2000円その場でゲットということで、その場でね、2000円もらえちゃうんですよね。特典航空券、羽田能登もしくは、能登羽田を利用する場合ですね。で、こちらね、キャンペーン期間はね、まあ今言った通り、来週の水曜日、11月の11日から、2023年12月の28日搭乗分までということで、結構ね、長い期間やっておりますよね。ですのでね、利用できる方ね、かなり多いのではないのかなと思います。で、こちらね、写真に ANA のね、飛行機が乗ってると思うんですけども、今回のね、キャンペーン対象者は、羽田能登路線を特典航空券または一緒にマイル割を利用される方っていう風になっております。で、このね、一緒にマイル割をね、利用する方に関しては、マイルをする、利用する、ご本人のみ対象ということで、まあ、この一緒にマイル割にね、ちょっと後で説明しますけども、同伴者の方はこの2000円ね、もらえないっていう風になりますんで、まあできればね、まあこちらを使うんではなくて、まあ特典航空券でね、往復していただくのが、まあおすすめっていった形になります。で、受け取り方法なんですけども、能登里山空港1階の能登里山空港利用促進同好会、同盟会か。事務所、搭乗口の左側にて、羽田のと便をご利用の方は羽田空港搭乗ゲートでお受け取りの搭乗案内のピンクの用紙をご提示くださいということで、こちらね、確実にもらっておきましょう。こちらね、搭乗券をね、ピッてやるとね、出てきますよね。あれを確実に、持ってくるっていう感じですね。で、能登羽田便を利用する方は、搭乗当日に特典航空券一緒にマイル割での利用確認ができる搭乗券や ANA アプリの予約紙をご提示くださいということで、旅行終了後にお受け取りの場合は、搭乗案内のピンクの用紙をご提示くださいということで、まあそれでですね、片道につき、その場で2000円プレゼントいたしますということで、ですんでね、往復するとね、4000円もらえてしまうっていう風になりますんでね、めちゃくちゃお得なキャンペーンですよね。で、当日はね、時間に余裕を持ってお越しくださいということで、記入用紙等々はね、あるみたいなので、まあ時間に余裕を持ってね、利用していただければなと思います。で、ここにね、キャンペーンのね、ページが書いてありまして、これがキャンペーンのチラシがね、こんな感じになっておりまして、羽田からね、能登空港、私能登空港多分行ったことないと思うんですけども、1時間でね、行けるっていう風になりますんで、非常に良さそうですね。このね、キャンペーンを見た時にですね、あ、これいいなと思って、いや、これね、往復できんのか、当日ね、利用できんのかっていう話なんですけども、ANA の方にちょっと行ってみますかね。ではね、ちょっと ANA のサイトに来ましたけども、こちら羽田空港で能登空港ですね。まあ、今回のね、キャンペーンはね、特典航空券なんでね、今ちょっと仮にこのページで、ね、探してますけども、実際はね、この特典航空券で検索してくださいね。で、11月の1日でいいかな。はい、往復にして、まあ、当日。いいですね。はい。まあ、これで往復できるのかっていうところですけども、
行きが8時55分か、15時半ですね。まあ、もし朝一で行きたいっていう方はこっちになりますね。はい。で、帰りですね。あ、タッチできますね。タッチできるとか。まあ、タッチしなくてもいいですよね。はい。せっかく特典航空券で行くんだったら。まあ、一日遊んでね、5時10分ので、飛行機でね、まあ、帰ってくるみたいな。まあ、当日往復もね、できるっていう風になりますんで、まあ、利用的にはね、全然いいですよね。これで日帰りでできなかったらね、ちょっとね、宿泊場所とかね、探さなきゃいけなかったりするかと思うんですけども、まあ、10時に着いてね、まあ、5時までね、遊べるっていう風になりますんで、まあ、当日行って、当日帰ってきて、まあ、現地でね、4000円分ね、使って帰ってくるみたいなのも OK だと思いますし、まあ、空港ね、ブラブラするのもいいと思いますし、まあ、せっかくね、行くんであればですね、ちょっと美味しいもの食べに行くみたいなのも、まあ、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、先ほど出てきたね、一緒にマイル割っていう話なんですけども、お夫婦とかでね、利用される方はね、結構いいかな、なんていうふうに思うんですけども、人数が増えるとね、ちょっとお値段もね、上がってくるっていうふうになりまして、で、このね、一緒にマイル割っていうのはですね、ANA マイレージクラブ会員専用運賃ということで、ANA マイレージクラブご本人様を含む、2名から4名のグループの旅行で同一路線往復を利用の場合に、まあ、お得な運賃でね利用することができるということで、まあ、こちらね例がねこういった形で書いてありますけれども、東京沖縄を4人家族で利用の場合は、通常片道運賃額が 13,200円で、利用することができる、まあ、往復すると 26,400円になるわけなんですけれども、 ANA マイレージクラブ会員のねご本人様は、1万マイルで羽田沖縄路線ね、利用することができるっていう風になります。まあ、これね非常にお得ですよね。で、同伴者の方は、26,400円一人ねかかるっていう風になっておりまして、お子様運賃はね設定ないみたいなので、まあ、お子様は小さくても大きくてもね一人26,400円かかってきてしまうわけなんですけども、本会員の方はね1万マイルで利用することができて、まあ、同伴者の方はね26,400円でね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、使い方によってはですね結構ねお得に利用することができるかななんていうふうに思いますので、一応こういう利用方法もあるっていうことは、まあ、覚えておいていただくのがねいいのではないのかななんていうふうに思います。私もね子供がいなかったらね多分使ってたかななんていうふうに思うんですけども、まあ私はねマイルがある程度溜まった時点でもうね子供がいましたので、お子様がいるとねちょっとね大人でも子供でもねお値段ね一緒にかかってきてしまうっていうふうになりますんで、もしねご夫婦二人とかだったらねまあいいんじゃないかななんていうふうに思うんですね。羽田沖縄が今回の方1万マイル、同伴者の方26,400円で、まあ、往復できるんであれば、まあ、そんなに悪くないのかななんていうふうに思うんですけれども、一応ねこういったサービスがねあるっていうことはぜひね覚えておいていただければななんていうふうに思います。一応ね設定期間もありまして、対象外便とかもねあって、空席待ちも受けたまわれないとかね、まあ、いろいろありますので、まあ、この点はね覚えておいていただきたいんですけれども、お得にね利用することもねできるかななんていうふうに思いますんで、こちらもねぜひ覚えておいてください。まあ、こういった形になりまして、今回のキャンペーンはね特典航空券もしくは一緒にマイル割でね利用することができます。でこちらね何でね利用するのが一番お得なのかっていう話なんですけども、こちらですよね。 ANA がね毎週やっている特旅マイルキャンペーンですよね。 ANA がね毎週減額マイルキャンペーンということで、対象路線限定でね必要マイル数はね少なく利用することができるこのね特旅マイルキャンペーンなんですけども、まあ、私の方でね路線が決まってますんで、対象路線ね LINE 公式アカウントで毎週ワンクリックで見れるようにさせていただいているんですけども、先週にはなるわけなんですけども、東京ノト路線っていうのが出てるんですよね。ですので今後ねもしこの特旅マイルキャンペーンでこの対象路線出たらですね、往復6000マイルで利用することができて、さらにね現地で2000円、往復なんで4000円もらえてしまうっていう風になりますんで、これはねめちゃくちゃいいですよね。ですので、まあ今週はね残念ながらねノット路線ね入ってなかったわけなんですけども、まあ来週以降ねこれ毎週火曜日にね更新されますので、まあ更新されましたらねまた LINE 公式アカウントでねワンクリックで見れるようにさせていただきますので、ぜひねこの東京ノト路線ねもし出たらですね、ぜひね利用してみていただければななんていうふうに
思うんですよね。今週ね、ちょっとね、このキャンペーン自体が11日からね、始まるわけなんですけども、今週はね、ちょっと入ってないんですよね。10月の11日までということで、今週はね、のと入ってないんですけども、まあ来週以降ね、もし入ったらですね、こちらね、利用することができるっていう風になりますんで、トクタビマイルキャンペーンとね、このコラボでね、利用できれば、まあかなりね、お得に利用することができるのではないのかな、なんていう風に思いますので、これもね、ちょっと私も出たらね、狙いたいな、なんていう風に思うんですけども、ぜひね、こちらもチェックしてね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、ちょっとね、ANA の話をさせていただきましたんで、私ね、対象者限定で来ておりました。で、これね、今回私が来てるのはね、1500コインなんですけども、1200とかね、1000とかもあったかな、2000とかもあったと思うんですけども、対象者限定でですね、平日、私はね、こちら平日なんですけども、この平日の縛りがない人もね、いらっしゃるんですけども、こういった感じでですね、対象者限定で、スカイコインがね、もらえるキャンペーンが ANA のね、対象者限定のキャンペーンで来ております。こちらね、ANA のウェブサイトのこのマイメニューのね、マイキャンペーンからね、見れるっていう風になっておりますんで、ぜひね、こちら来てないかね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。私が来てるのはですね、ちょっと平日限定なんですけども、まあお金を払ってね、国内線登場していただくと、対象回数に応じて、スカイコインがね、最大1500コインがね、もらえるっていった形になります。で、このキャンペーンだとですね、10月の2日から、12月の27日までで、土曜日、日曜日、祝日を除く限定のみっていう風になっておりまして、こちらね、エントリーが必須なんですよね。ですので、チェックしていただいて、もしね、来ている方はエントリー忘れずにね、していただければなと思います。で、もらえるコインがですね、こういった感じで、1回で積算率が 50% だと500コイン。で、75% だと1回で700コイン。で、2回以上で 50% だと1000コイン。2回以上で 75% だと1500コインということで、本当にね、この積算率で分けるのはね、分かりづらいんでね、ちょっとやめていただきたいなと思うんですけども、まあ、こういった感じで、コインがね、もらえるって言った形になってるんですよね。じゃあ、このね、積算率って何ですかっていう話なんですけども、積算率はですね、こちらね、国内線の運賃一覧なんですけども、こちらですね、この積算率が、今言ってたね、積算率っていう風になりますんで、今のが 75% もしくは、ここも入りますね。あと 50% ということで、この 50% だったら、この 50% ですね。で、このね、50% は何なのかっていう話なんですけども、個別包括旅行割引運賃ということで、これがね、ツアーとかに入っている、ダイナミックパッケージとかも多分これだと思うんですけども、まあこういったね、ツアーの場合だと、このね、50% がね、結構適用されますんで、まあツアーとかだと、これがね、適用されるって言った形になります。あとね、ANA スーパーバリューセールも、まあこちらになるっていう風になりますんで、ANA スーパーバリューセールでね、一回、まあもし私がね、平日に登場したら、まあこれでね、一回がカウントされるって言った形になります。まあでもそうですね。で 75% が、こちらっていう風になりますんで、まあこれねかなり対象の便多いっていう風になるわけなんですけども、まあこの ANA バリュー1とか3とかね、あと株主優待とかねで利用していただくと、この75は作っていただく形になります。あとねスーパーバリュー21、28、45、55、75とかね、先ほども出てきました一緒にマイル割とかもね出てきましたけども、まあこういったのでね利用していただくと 75% の積算率っていう風になります。もちろんね今回のこのキャンペーンに関しては、75% 以上っていう風になりますんで、まあここだけが対象なわけじゃなくて、もうこの上もね対象っていう風になりますんで、まあこれどんどん上に行くとね運賃が高くなっていくわけなんですけども、まあここら辺もね利用するとこのねコインがもらえるっていう風になりますんで、まあ皆さんもねこちらのキャンペーンね来てないかぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回ですね、能登里山空港のね、キャンペーンプラスアルファということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ往復でね、4000もらえるっていう風になりますんで、まあこれね、当日行って往復していただいてですね、4000もらって、まあ向こうでね、4000分結構いい食事するとかね、かなりありじゃないかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、気になる方、利用ね、してみていただければな、なんていう風に思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。